カと小島のファンだってこんな偶然の機会もなかなかないから実際会っちゃおうと、はい、せっかく会うならドッキリ。そうですね、緊張してきた。自慢じゃないっすけど、自慢じゃないっすけど皆さんこんにちは、小島春菜です。今回は特別企画です。最近 YouTube で何をしようかって企画会議をしているんですけど、それにぴったりな方がいるということで聞いたんですけど、大阪の池谷さんです。大阪の池谷です。いつも大阪でお世話になってます。ありがとうございます。普段はね、企画会議でお世話になってるんですけど、なんかこの企画にぴったりな方がいるっていうことなんですけど、僕の後輩というか女の子の放送作家で、おお珍しい。その子はもうあ初日ぐらいに「私は小島春菜さんのファンです」と言ってたんですよ。まあ僕はあんま小島春菜ぶっちゃけそんな詳しくないんでいろいろ言ってくれたんですって、あそんな好きなんだっつって、僕らとその憧れの小島さんと一応まあ師匠筋の僕が知り合ったんで、ちょっとなんかいい形でお会いできないかなみたいな。確かに私も会いたいです。なかなかね女性の放送作家さんっていないですよね。そうなんですよ。そんな僕の後輩が昔からの小島のファンだってめっちゃ偶然じゃないですか。そんなことないですよ。これは絶対に会いたい。こんな偶然の機会もなかなかないから実際会っちゃおうと。で池谷さん絶対めちゃめちゃでかく映ってそうじゃないこれ。確かにおかしい。俺の方が手前だともうなんか渋谷モエントの前に待ち合わせみたいな感じになっちゃってる。なんで俺越しの小島さん撮ってるの。はい、せっかく会うならドッキリ。そうですね、リアクション見たいな。 AKB 時代から握手会とか行くぐらいのファンで。ガチじゃないですか。そうなんです。そんな人が小島さんと出会った時にどんなリアクションするのか、今日は僕が企画会議っていう体でくまちゃんを呼び出してるんで、僕は放送作家でディレクターが来るっていう説明してるんで、そこに小島さんがやってくるっていうドッキリ動画なんです。もし失敗したら普通に放送作家さんとして仲良くしてもらう。ただ初対面ってことにすると。じゃあお願いします。お願いします。それではこの格好で使おうと思います。私は打ち合わせのディレクターという設定らしいので、こんな感じのどこもディレクターじゃないでもある精一杯の変装です。それじゃあ行ってきます。やばい、まちゃんがお店に着いたみたいです。ちょうどそのお店の向かいがハウス・オブ・エルメなので、こまちゃんへのお土産をちょっと探しに行きます。作家さんだからノート必要かもしれない。でも今の作家さんってノートとかじゃないのかな。私の一番の一押しのこの猫ちゃんにしよう。日々気分のブルサンドクリームと定番のボディクリーム。緊張してきた。私こんなのやったことないかも。あーです。お疲れ様です。ごめんね。ちょっとね、15分ぐらい遅れるかな。わかりました。ちょっとのんびりしといて。どう、大丈夫？最近は。なんとかかんとかアイドルが好きだからこそ。そういうことね。アイドル好きもちょっと相まって。よかったね。よかったです。私はもう一方的に小島さんのやつを見て、すごいこの距離で喋ってるみたいな。まあこまちゃんって何年前ぐらいからファンなんだっけ？いやもう私だから小島さんが。小島さんもハロプロオタだった。ああそうだよね。あれだ。しげさんが好きで。一番最初の AKB48 やってる時のブロマイドも道重さんのこういううさちゃんピース。ああなるね。この子ハロオタなんだ。そこで反応したの。可愛いハロオタ。もうこの子だ。最初から。これを押すしかないと。っていうので最初からずっと好きで。あ最初からか。じゃかなり初期から。ああもう初期から。えつながらない？出ない。やばい。池谷さんと連絡が途絶えてしまいました。LINE が既読がつかずに、ちょっといつ行っていいか分かりません。お、ついに行きますか。それでは行ってきます。本当にね、ハウス・オブ・エルメの向かいのお店なので話が盛り上がっているそうです。やばい、行ってきます。自慢じゃないっすけど。お疲れっす。遅くなりましたちょっとね。そうそうちょっとね、ごめんな遅れちゃって困っちゃうね。ディレクターの小島さんです。ほまちゃん、泣かないでよ。なんかあった？今日はちょっと会議だと思ってたんだよね。仕事頑張ってきてよかった。本当に大好きなんです。本物。今登場して気がついた？気づきましたけど、ちょっとね。二度見ぐらいしちゃいました。パニック。パニック。ごめんね。いや、田島さんのこと前から好きだからって話してたから、ちょっと一回こういう回をね。そう忙しいのに、わあ、今日来てくればよかった。何？ザラ来ちゃった。キヨさんと会うだけだしね。いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。俺が会うというよりもハーリーブドゥでもいいじゃないですか。田島さんがサチャンビースってやられてる頃から好きで。すごい昔だね。好きで、ねゆみんのうさちゃんピースだしね。昔春菜愛さんとダブル春菜みたいな感じ。うわ懐かしい。何分かなんかの広告で。マジのファンだ。そんな自分のこと好いてくれてる女性で放送作家って珍しいから、どっかで一回お会いしたいなって話はちょっとあった。そうなの。どうやって会うかってね。本当にもう汗が止まらない。放送作家になるきっかけになったラジオが一夜さんとそのカツオさんがやられてるラジオで、そこで誰が好きなのって聞かれた時に。自分は春菜さんですって、そうなんだっていうところから今こうやって仕事につながってっていうところで動揺が隠せなくて、そうだね。じゃあとりあえず乾杯。出会いにはいお疲れ様です。小島さんの YouTube はもう全部その通知がちゃんと来るようになって、公開されたんだと思ったらいきなりその力也さんかつおさんで何これ知らない聞いてないなんで私じゃないそんなに好きなのにそうだよね本当にびっくりして、あそうなんだ、はい羨ましかったです、まあでもそのおかげでさ今日こうやってね見られてる小島さんの握手会とかも行ってて、小島さんがもう女の子にもすごい優しいから「やっと可愛いね」とか言って「うわー」とかなって、そしたら「地下アイドルやってる?」って言われて私なんか覚えてるかも。可愛い子が多かったの聞いてたから、せっかくだったら企画会議する？小島春菜 YouTube のさ企画なんか一個考えてもらっていい？女性目線あったら聞きたい。まあありきたりかもしれないですけど、一個はやっぱり小島さんが垢抜けさせるやっぱりプロだと思うんですよね。女の子だったり男性も含めて、女性ってビフォーアフターが大好きなので、私もそうなんですけど、分かりやすい企画だなって思った。変身企画、変身系は結構来てますよね。やってほしいとか、でも私のファンの方一弁慶だから応募してくれるのかなってそうですねあるけど、ファンの方の変身とかやりたい。ずっと見てきたファン目線で今これやったらいいんじゃないかみたいなやつあったら。大好きなのノースリーブスが好きなんでノースリーブス本当にイベント行ってたので見たいですね。もう一回どうしても今年15周年なので、ね、そうですよね。改めて集まって何してるのかみたい。もう今これ放送作家じゃなくて、なんならファンの目線でも全然いい。ライブとかそういうのじゃなくても、ただ3人が集まってるだけでファンとしても嬉しい。流れてくるコメントと一緒。そうそう一緒。みんな大好き。あの3人で見るのがやっぱ燃えるわけだね。ただお話ししてるだけとかでも、なるほどなるほど。企画みたいなの変に作らず、ちょっと近況の話とかだけでも、っていうかその方がいい。本当にそうなんだね。じゃあコメントでもいただくし、企画案でも。来ることなんだけど、本当にそうなんだ。本当にそうです。普通に話をしてる3人がみたいな。小島さんのファンの方は共感してくださると思うんですね。なるほどね。じゃあちょっとシチュエーション案だけ出してよ。テレビっぽいけど真っ暗な中でスポットライトだけが2人に当たって1対1でノースリーブスの2人と話をするマンツーってあんまりないと思うんですよ。ちゃんと1対1で真面目に話してる、それはありだな。AKB の時もそれこそそのあんまり辛いとか苦しいとかそういうの表情にも出されないイメージで多分出さないようにされてたと思うんですけど、だから余計に本当の小島春菜を知りたい。一弁慶ゆえに言えないけどきっとみんな知りたいです。可愛い内弁慶ファンみんな。今日も春菜ちゃん可愛いだけなんですけど、本当は今どう思ってるんだろうとか、どういう気持ちでこのお洋服デザインしたんだろうとか聞けないし言わないけど思ってる。私もきっとそんないろんなこと言ったり表現したりしないから。お互い内弁慶。詰めてる感じ。すごいね、なんかさ、めちゃめちゃ男性社会じゃん、テレビって。いや本当にそうです。その中でこの雰囲気でずっとやってられるっていうのはすごいなと思う。いやでもこれからも小島さんが好きって言い続けさせていただきます。その前が向かいがお店で、なのでちょっと今買ってきました。よかったら使ってください。みんな本当小島さん優しいよ。ファンの子たちにね、仲間だよみんな。友達にあのクリームなんか書くこと多いかなと思って。嬉しい。私書くんですよ絶対。そうなんだ。みんな買おうね。えっとボディクリーム。あボディクリームだ。うわー。ネットで注文しようか本当に。書く後に。なるほど。なるほど。嬉しい。ありがとうございます。いやもうこんなドッキリでした。ドッキリ大成功です。いいリアクションだったわ。しててよかった。本当に嬉しい。いい思い出だった。あよかったわ。お母さんありがとうね。いいえとんでもないです。めちゃめちゃ本当にありがとう。とんでもないです。最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタン押してね。